海事教育機関は国家資格である海西を有した海基従事者を養成するための機関。法律上第一種養成施設、第二種養成施設に分類できる。学校により第一種養成施設でも卒業時の免許や免除の給や免除の割合が大きく異なる。近年ではこれら養成施設を出た人材でも海運企業へ就職しない者も叩いるため、 企業が独自に船員を養成することができる新3級会議士が設置された。日本郵船では2006年度、この制度にのっとり3名を会場社員として一般大学から雇用している。本校は会議従事者の特に養成施設ごとでの分類を行った。第一種養成施設は乗船履歴を有しないものを対象とした養成機関である。 大学における開事教育機関はいくつかに分類すると以下の通りである。旧昌船大学系高等商船学校から発展した。修行年数は4年。乗船実習科へ進んだ場合、終了は9月。乗船実習科終了と同時に、産休会議士の筆記試験が免除され、特例として1年間の乗船履歴が、 公実試験の受験要件として認定される。公開実習は公開訓練所練習船にて行う。水彩系大学修行年数は4年。東京海洋大学選考会進んだ場合、産級会議士の筆記試験並びに乗船履歴が免除される。下記大学では、公開実習は東京海洋大学海洋科学部所有練習生の海高丸で行う。 水産大学校については、学校保有練習船攻用丸、天高丸にて行う。東海大学東海大学海洋学部は、私立大学の開示教育機関である。修行年数は4年。所定の過程を終了した者は、筆記試験並びに乗船履歴を免除する。公開実習は、大学保有練習船持ち星丸にて行う。 海上保安大学校海上保安大学校は国土交通省海上保安庁管轄課の教育機関である。卒業後は産級会議士の筆記試験並びに乗船履歴を免除される。公開実習は巡視船小島にて行う。海上保安学校は国土交通省海上保安庁管轄課の教育機関である。卒業後は5級会議士の筆記試験並びに 乗船履歴が免除される。公開実習は巡視船三浦にて行う。高等専門学校は全国に5つある、商船学科を有する高専である。中卒の者のを対象とし、商船学科の修行年数は5年半で卒業は9月。卒業後は、産休会議士の筆記試験並びに、乗船履歴が免除される。遠洋公開実習は公開訓練所の、 練習戦にて行う。会場技術短期大学校は、独立行政法人会議教育機構参加の会事、教育機関である。高卒を対象とし、修行年数は2年。先週かのみである。卒業後は、4級会議士の筆記試験並びに、乗船履歴が免除される。公開実習は公開訓練所の練習戦にて行う。会場技術学校は、 独立行政法人会議教育機構参加の会事、教育機関である。中卒の者のを対象とし、就業年数は3年。卒業後は、4級会議士の筆記試験並びに、乗船履歴が免除される。乗船実習下での実習は公開訓練所の練習船にて行う。水産高等学校及び海洋高等学校は、中卒の者のを対象とし、 就業年数は3年。5級会議士の筆記試験並びに乗船履歴が免除される。また、専攻科を有する学校については、専攻科へと進学することにより3級会議士の筆記試験並びに乗船履歴が免除される。遠洋公開実習は各校保有練習船にて行う。学校によっては1級。 または二級及び特殊小型船舶操縦士免許を取得することができる。プレジャーボート、エンジン付けヨットや水上オートバイなど、主にレジャーを目的として設置されている。学科や実技は、講習により行われ、最後に終了試験を受け、合格すると取得できる。そのため、国家試験における学科試験、実技試験は免除され、身体検査のみ、 日本海洋レジャー安全振興協会で受験する。免許交付も海事代理士による代理交付となる場合が多い。船舶職員及び小型船舶操縦者法、施行規則では第一種教習所と呼ばれる。第二種養成施設は乗船履歴を有する者を対象とした再教育機関である。漁船の船員などを対象として設置されている。 特殊小型船舶操縦士以外の免許が取得できる。第一種と同じく学科や実技は講習により行われ、最後に終了試験を受け合格すると取得できる。免除については第一種と同じ。船舶職員及び小型船舶操縦者法、施行規則では第二種教習所と呼ばれる。通信士の養成機関だったが GMDSS の施行に伴いその機能は、 縮小傾向にある、ありがとうございます。